75。この数字を見てピンとくる方はいるかな。改めましてどうも、ハイチーです。今日は10月30日に投稿しているんですが、この75で正しく言うと75日後なんですが、何かっていうと共通テストが75日後にやってきます。ちなみに私群馬県に住んでるんですけども、群馬県の公立入試次ねが2月21と22なんですよ。なんだ、地域によってねずれると思うんですが、2月21はあと114日後にやってきます。75、114、この数字を見てね、まあ、まだこんなにあんだっていう方はあんまりいないと思うんですよね。もうこれしかないんですよ、これしかないんですっていうプレッシャーを受験生にちょっと与えたかったっていうのはもちろんあるんですが、今回これも踏まえた上で11月のポイントを話していきます。11月、当然受験生は勉強頑張らなきゃいけないです。もうそれはもう言わずもがなだしね。であとはその2年生とか1年生の方もおそらく冬休み前最後の定期テストがあると思います、11月中にね。で、冬休み前最後の定期テストっていう意味も大きいんだけども、2023年最後の定期テストなのよ。だからここをねうまく乗り越えられると2024にいい勢いで迎えることができます。でも逆に今までうまくいってたのに最後のこのテストがズンって落ちると、終わり悪ければ全て悪しが発動するのよ。つまり、あ、ダメだって、そのダメだのテンションで2024を迎えちゃうの。これすごくもったいないのね。だから受験生の方もそうじゃない方もこの11月、まあ、毎月言ってることだけども、気合を入れてやるべきことちゃんとはっきりさせて後悔ない勉強をしていってください。でも今回伝えたかったポイントはそこではないです。で、今回伝えたいポイントは一つだけで、キーワードは生活習慣です。今年の夏はめっちゃ暑かったですよね。しかも9月が始まってからもさ、まだ暑い日が続く、どうした夏みたいな状況が続いてましたけど、まあ、やっぱり10月に入ってからだんだん気温がね落ち着いてきて、だいぶ冷えるようになってきました。で、冷えてくるとですね、やっぱり生活リズムが崩れやすくなってきます。共通テストとか高校入試、皆さん何時に始まるかって把握してますか？例えば共通テスト、受ける科目によってもずれちゃうんだけども、1科目目9時半なんですよ。ちなみに群馬県の公立入試も9時半スタートです。で、みんな普段学校行ってるからさ、さすがに9時半にさ寝てるなんてことはないじゃん。まあ、土日あるかもしれないけど、でも9時半に起きてることが大事じゃないよね。9時半にこの脳がしっかり働いてる状況を作れるかが大事なわけよ。これはサイトによってね載ってる情報が違うので一概には言えないんだけども、だいたい起きてから脳がねこう最大限のパフォーマンスを迎えるまでに 3,4 時間かかると言われてます。つまり9時半に最大パフォーマンスを迎えるためには6時前後に起きる必要があるんです。学校あるから6時に起きてますけど、もちろんそういう方も多いと思うんですが、もう土日祝日も含めてこの時間に起きて、この時間に朝食をとってて、もう学校ある日もない日も関係なく同じ生活習慣で1ヶ月間過ごしてほしいの。例えば夕方とか夜っていうのはさ、家族の予定とかも入るからずれることはあるじゃんか。でも朝ってずれにくいから、朝だけでいい、少なくとも朝だけで、あと寝る時間もね固定してほしいんだけど、朝だけでいいから1ヶ月間もう自分のルーティーンはこうなんだ、生活リズムはこうなんだって。だからこの11月の1ヶ月間を使って、朝ここで起きて、ここでお手洗い行って、ご飯食べて、メイクしてみたいな、朝シャワー浴びる方はここでシャワー浴びてみたいな、もう決まったルーティーンを作り上げていってください。ちなみに生活リズムを作り上げるのは少なくとも3週間かかると思っています。だから12月からでも間に合うのよ、実は。間に合うでしょ、間に合うんだけど、なんでこの11月におすすめするかっていうと、やりやすいからなの。どんどん寒くなっていくでしょ、寒くなればなるほど朝起きれなくなるんだよ。だから11月まだ起きやすい、もう寒いけどね、冷えてきてるけど、まだ起きやすいこの時期に作っていく。で、作り上げておけば12月に乱れにくくなるから。12月は寒くなって起きれなかったり、まあ、クリスマスとかね正月とかのイベントが入るから、そこがまた乱れやすくなるので、そこを守らなきゃいけない。まあ、多分それは12月にまた話すんだけども、だから12月に入ってからではなくて11月に受験を見据えた生活リズム、生活のルーティーンを作っていってください。は
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、11月のスタート動画、まあ、まだなってないけどスタート動画なので、こう頑張っていこうねってちょっとカツを入れたいとこではあるんですが、カツを入れる動画をね先週撮らせてもらってます。まあ、よかったらねちょっと見てほしいんですが、もらってますので、今週は一つみんなに励ましというか、こう思っててほしいなって、この1ヶ月ね伝えていこうと思います。それは何かっていうと、その努力をしてる限りみんなは成長してるんだよっていう、それを忘れないでください。受験生の方は特にそう、でも 1,2 年生もそうだよ。定期テストの勉強頑張ってる方もね、勉強ってやればやるほど、その向き合えば向き合うほど自分のできないものに出会います。当然そうなるよね。だってできないものをできるようにした瞬間にレベルが上がるんだから、だからそれはいいことなの。でもメンタルはやられるじゃん。受験生時間がなくなっていって焦りが出てくる、焦りが出てくる中でできない問題が連続で出会っちゃうとさ、もうダメかもしんないって思うでしょ。で周りはさ、やっぱり伸びてる気がするじゃん。そういう話も聞いてくるし、 SNS 開けばさ、同じ学年でこんな偏差値取ってるのすごくない、私ダメじゃんみたいなことも思っちゃう時もあると思うんだけど、もちろん伸び方は人によって違うね。そこを細かく比べたらみんなよりこの子の A 君の方が優れてるところがあるかもしんない。でそれはもちろんあるかもしんない。でもそれはみんなが伸びてないとイコールではないからね。みんなが努力をしてる限り、問題を一問一問あって思いながら解いてる限り、必ずレベルは上がってる、必ず前に進んでるの。それは忘れないで。忘れちゃうんだよ、辛くなると忘れちゃうの。どうしてもそこが忘れがちになるんだけど、必ずみんながその努力をしてる時間がみんなの血となり肉となり力になっていっているので、それを忘れずにこの11月過ごしていってもらえたらと思います。もしかしたら12月も同じようなこと言うかもしれないです。なぜなら切羽詰まってくるとどんどん忘れやすくなるからね。なので、まあえてこの11月、まあ、まだなってないんだけど、11月のスタート動画でそれを伝えさせていただきました。みんなの努力は無駄にはならないです。もしかしたら後で結果がうまくいかなくて無駄だったと思う瞬間もあるかもしれないけど、でもしっかり頑張ってきた人、努力をしてきた人はその瞬間そう思っても、後で振り返った時に無駄なことばっかじゃなかったなって絶対意味付けが変わるから、変わる。だからそのね、その自分がイメージできないかもしれないけども、今は不安とか焦り抱えながらで構わないから、一歩一歩一問一問前に進んでいってください。心から応援してます。今週もね頑張っていきましょう。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間というかね、11月1ヶ月間、私は11月ね今年一番の、来ますハードスケジュールな1ヶ月が始まりますが、しっかりねしっかり向き合って頑張っていきますので、お互い1ヶ月頑張っていきましょう。それじゃあまた来週の動画でお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。